してますけど。空腹を感じます。適当な食物の摂取が必要です。ムツキちゃん、お腹すいた。部活以外でプールに入るのって久しぶりだったな。振りながら家の前で待ち伏せしてたり、そんな夢見るの俺だけか。さ、もう寝ようぜ。おやすみ。なぜだか俺、お前のそばで寝ると怖い夢見ないで済むから。
に食べようぜ。独り占めしてるからな。なんだか嬉しくってさ。なんだかさ、こうしてるとまるで二人っきりで住んでるみたいだろ。教室に飾ろうと思って。園芸部のみんなが手塩にかけて育てたポピーなんですよ。ええ、明日から試験だから、このお花で少しでも心を和ませてもらえたらいいな。食後はちゃんと休まないとね。ね、あなたは進路どうするの？ね、大学？専門学校？それとも就職？そう、まあ夏休みの間にじっくり考えてもいいわね。ちょっと遅いけど、でも気に沿わないとこへ行っても後悔するだけだから。しっかりね。焦げたりはしないです。心配してくれてありがとう。
Thank you.
ごめんなさい。テスト勉強中でしょうけど、ちょっと時間を割いてもらってもいい？神社に来てほしいの。そこで説明するわ。だから。いらっしゃい。私が言うことをよく聞いてね。今からあなたの中に巣くっている黒い影を切るから。とにかく動かないでここに立っていて。それから何でもいいの。幸せなことを考えて。もう時間がないの。だから早く。かけまくも、かしこき、いざなぎの大神、みそぎ払えたまいしときに、きこしめせと、かしこみ、かしこみも、もうす。これでよしっと。あ、ごめんごめん。ちゃんと理由を話すわ。私があなたを初めて見たとき、後ろに黒い影が見えたの。さっきあなたにも見えたでしょ？あれはあなたの不幸につけ込んで取り付いた悪霊なのよ。そう、あなたの不幸な生い立ちにつけ込んで救っていたのね。ああいう輩は人が他人を羨んだり、自分が不幸だと思うエネルギーを利用するのよ。それであなたに取り付いたんだと思うわ。そうできたらよかったんだけど、普通に戦ったんじゃ悪霊に勝ち目はないのよ。あの手の類の悪霊って宿主の不幸を吸って生きているの。だからそこに目をつけたわけ。あなたが幸せな気分を味わえば味わうほど悪霊は弱くなるって。この何週間も私やムツキさんたちがあなたを見守ってきたことで、あなたが幸せな気分を味わって悪霊の力が弱まっていたから切り払うことができたんだもの。しかも大
退治するには出雲から取り寄せた清い流れで汚れを払った剣で切るしかなかったの。ま、簡単に言っちゃえば、これ以上あなたが幸せな毎日を送れないように、あなたを不幸にするためについに悪霊自ら手を出し始めたってわけ。そこが私の狙い目だったの。追い詰められた悪霊はあなたを不幸にするために手段を選ばなくなってきたわ。そしていつか宿主としてのあなたの体から抜け出し、悪霊自ら手にかけようとするはず。その一瞬を待っていたのよ。これで何もなくなるはずよ、除霊がうまくいっていれば。さあ、お家に戻りましょうか。お嫁さん修行のつもりだの。みんな頑張る。